中山ライト選手来ていただきました、はい、まずはキャンプ初日迎えましたけれども今のお気持ちいかがですか。そうですね、もういよいよ、始まるっていう、はい、身が引き締まる思いですね、はい、その中でもこの2軍スタートでも本当に活気がある声が出てるなって感じありますけどいかがですか。まあ、そうですね、それはいつも新岡さんが口酸っぱく言っているのでまずはそこでアピールしようかなと思って、はい、一番声を出しているつもりです。その中でいうと昨年の一軍での経験というのもありますのでここからどのようにこの宮崎での入れ替えというのもありますけれども、はい、意気込み的にはどうですか。去年すごい自分の中で経験したこととか悔しかったこととかもちろんいろんな思いがあるので、まあ、そこを重点的にこのオフはやったと思ったのでそれをしっかりキャンプから出せるように一日一日を大切にしたいなと思ってます。その悔しさの中からの気づきそれでオフに向かうというのでオフの自主トレというのもお一人で過ごしたというふうに聞いてますけれども、はい、どういったところを重点的にやったんですか。まずはバッティングで数字を残せなかったのでまずはもうそこをしっかり時間使って、はい、一人でいい時間を過ごせました。そこだと逆に自分の時間だからこそ有意義に使えるって感じだったんですか。そうですね、自分の取り組みたいこととかをしっかり時間使って一人で黙々とできたのでそれはもう本当に一人でやってよかったかなと思います、はい、そこからのまた一つアピールという形になると思いますけれども、はい、このキャンプではまた一つずつレベルを上げるというふうにも中山選手言ってましたけれども、はい、どうでしょう、そういった目標的なところこういったところレベルアップしたいというのは具体的に言うとどういったところがあるんですか。バッティングはしっかりこのオフ取り組んできたのでそこは変わったなと思われるように、そこを一番前面に出していきたいなと思ってます。そうですか。そうなってくるとまた紅白戦など実戦もありますので、はい、そこにやっぱり標準を少し合わせるところもありますか。まずはそこで結果を残さないと、沖縄に行けないのでまずはそこを一番近い目標としてやっていきたいなと思ってます。なんか一つ一つもそうですけど一軍へ向けても掴み取るんだというなんかそういった強い意志みたいなのを感じますけれども、はい、どうでしょうか、そういった思いも強いのかなというのは。もちろん一軍で活躍しないとこの世界では意味がないのでもうそこしか見てないですしそのためにここでしっかり苦しい思いしてレベルアップしていければなと思ってます。まだ今日初日ですしここからまた日々変化もあると思いますのでまたお話聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。キャンプ頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。